アビラステージは東京都港区にある芸能育成スクール。所属タレントは、重森里美をはじめ、うめぐみさやか、上野真奈、ミラクル光、クリス松村ほか、多数。2010年開設。芸能プロダクションアビラの俳優、女優、モデル、タレント、アイドル、お笑い、声優などの幅広いジャンルの人材を育成し、マネジメントする芸能育成スクールである。 新人開発としては、アビラステージから高橋光、坂口拓二、立花好みなどを昇格させた。プロデューサーとして、新品紳士が月現場の指揮を取る。現在はグラビアのみならず、俳優、声優、お笑い、モノマネ、モデルなど、男女問わず幅広く様々なジャンルのタレントの発掘に力を注いでる。回答、山猫。 家族の形、悪党たちは千里を走る、グッドパートナー、ブス島マユリコの赤裸々日記、マネーの天使、ガバンク最終戦争、初恋芸人、し、結婚できないんじゃなくて、しないんです。99.9刑事専門弁護士、重犯歴。ホラーアクシデンタルに、ハイアンド、ローシーズンに、奇跡の人、最後のレストラン、せいせいするほど、愛してる、紙幣、デスキャッシュ、仰げば尊し、 時をかける少女、徳山大五郎を誰が殺したか。水族館がある、受験のシンデレラ、ホラーアクシデンタルに、弱虫ペダル、ベイビーステップ、ラブラブエリアン、巨悪は眠らせない、人形さ7、鳥物町、24時間 TV ドラマ盲目の吉典、先生、コールドケース、砂の塔、IQ246、逃げるは恥だが役に立つ、水晶の鼓動、デブセン。 瀬戸内少年野球団、ガッパ先生。苦くて甘い、金メダル男、怪しい彼女、テンプル、青空エール、インターンなど多数出演宝トミー、京急電鉄、朝日ビール、朝日スーパードライ、エレメンタルストーリー、ミニストップ、読売新聞、ドコモ、グーグル、MS カー用品量販店、Y、モバイル、パナソニック、ジャパネット、スカルプケアシャンプー、 ダンドップなど多数出演に AKB48、NMB48、SKE48、E、ガールズ、ハピネス、フラワー、ドリーム、アミ、生き物がかり、エグザイル、三代目 J ソルブラザーズ、エグザイルザセカンド、アツシ、ジェネレーションズ、キンキキッズ、シャイニー、リリー、さよなら、清水翔太など多数出演。ありがとうございます。